早速いきたいと思います。振り返りましょう。いいですか、このままいくと。スペシャルの振り返りで。そうですね、はい、スペシャルそれを撮らせたのは森田さんでしょこんな写真もありますかねもうダメ、もうダメ、そんな探してったらいっぱい出てきますよ。やばい、誰の得にもならない動画に。はい、こんにちは、ガクアル森田です。ヤスです。石川です。はい、今回の動画はですね、はい、ちょうど1年も半分ちょい過ぎたというところで、ちょい過ぎたというところで、はい、困らないで、わかりました上半期を振り返ってみたをやりたいと思います。はい、早速行きたいと思います。振り返りましょう。いいですか、はい、はい、まず1月タンタタタタタタタンと初詣に、ね、いつも通り行かせてもらって、はいはい、で、学ある恒例 の、 あのお年玉プレゼントでこんな風に黙々と、そうですね、やりましたね、はい、当選率は非常に高い当選率確かに取材で行くと読書リーダー、はい、読書リーダー、あそこ那覇の、はい、図書館なんですよね、県立図書館、ね、はい、県立図書館でいつもお世話になってる先生から声かけてもらって、ね、取材に行かせてもらいましたね、うん、結構たくさんの高校から参加してたよね。そうですね、あれ何高校だった、8ぐらいはありましたね、はい、あの子たちがまた中心になってこう本を読む活動を広げていけるようにっていうような研修会だったんですけど、そこで出会った子があの違うイベント、学アルのイベントにも来てくれてた、はい、すごい、詳しくはね、学アルの春号に載ってるので、また見てください。ぜひ見てください。休みの時とかさ、よく高校生活動してたらちょっとでも応援しに行こうかっていうので、1月は石川さんと僕は名護高校のイオン名護でやってたライブ行きましたね、うん、なかなか名護って応援に行けることってないので、うん、そうですね、はい、なんか本当にたまたまタイミングよく日本でやってるって知って行きましょうって言って行きましたよね、うんうん、私たちが、まあ、まさか来るとは思ってないんじゃない、はい、だからリュウがいたんです。はい、リュウって言ったらえってなってなんでいるのみたいな、そう、本当に来ちゃったって言いながらそう、あと1月は福島とか神戸とか名古屋に出張行ったよね、はい、あの神カメラマンの比嘉さんとね、うん、一緒に行かせてもらいました。美味しいもの食べました。美味しかったです。はい、はい、何食べたも言わず、はい、美味しかったです。美味しかったです。2月に行きたいと思います、はい、那覇工業高校の生徒会の取材、はい、生徒会、はい、三郷高校のGGMM 部、はい、の取材に行かせていただきました、はい、ありがとうございます。本当に三郷高校の GGMM の先生、すごい熱心な先生で、はい、いい取り組みをされてるんですよね、うんうん、でもあれ、うん、授業の中でやってたのが生徒さんがすごい、そう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 、あれですよね、うん、あの要望もっとやりたいってなって、そうそうそう、じゃあ部活にしようかっていう、その時取材した子たちのうち先輩はもう卒業しちゃったんだけど、はい、残った子たちもそのまま継続して頑張ってやってるみたいなので、なんか広まってもらえたらいいなっていう活動でした。本当にぜひ見てほしいですね。インスタとかでも情報発信しているので、はい、ぜひ皆さん、またこれまた学アルに詳しくは学アルを見ていただければと思います。詳しくはホームページでみたいな感じで詳しくは学アルの紙、詳しくはホームページで、で、取材といえばもう一つ、江南高校からさ、あのいつも仲良くしてる先生と一緒に江南高校生の夢ボードを撮ってほしいみたいな、はい、撮らせてもらいましたね、はい、軽音楽部の子たちも手伝ってくれて、うんうん、はい、あの本当にボード書くところから、あの来て来てって書いてって声掛けしてくれて、やってくれましたね。俺は学習して江南高校で中学生と高校生の見分け方、あ、はい、ネクタイの色ですね、色が違うんだね、色が違うんですよ。僕も最初全然分かってないので、もうみんな声かけて聞いてましたもん、高校生、中学生、高校生、中学生だってずっと聞いてた。でたまに中学生も僕もいいですよとか言ってくれて、ありがとうございます。そう、乗ってくれてたね、中学生ね、はい、で、2月といえば、あ、まだあった、ダンスのワークショップで浦添高校、知念高校、小座高校、読谷高校に、はい、ダンスワークショップに行きましたね、行きましたね、はい、暑かったような気がするんですけど3月ですよね。いや、もう沖縄で暑かったような気がする。1年中使えるんですよ。
暑かった気がします。暑いですね。で、知念はあの先生も一緒にワークショップを受けて、うん、ね、楽しんでくれてたのがすごい覚えてますね。協力していただいてる大学の、うん、その、うん、なんですか、講師をやってくれるスタッフの人もすごいいい子でというか、うん、コミュニケーションも上手でね、はい、すごい楽しいワークショップしてくれるので、うん、めちゃくちゃありがたかったですね、はい。2月はまだ終わらないですよ。2月といえば何ですか。一番大きなカタールフェスタスペシャル、ね、スペシャルスペシャルスペシャルがありました。強烈に印象にあるのは、あの普天間の吹奏楽部が出てくれたことが嬉しくて、文化祭らしいこうイベントにしたかったので、うん、いろんな演目が出て欲しかった中で、うん、吹奏楽部ってすごく課題だったんですよね、うん、やっぱり楽器の移動もあるし大変だから、うん、でもそれを叶えてくれたのが普天間高校の吹奏楽部で、うん、むちゃくちゃ応援も来てたし、はい、もう演奏も迫力あったし、で立ち上がって、わかります、あの、ね、マーチングチックな感じのちょっと要素もあって、すごいいい演奏でした。今年確かに演目多かったよね。書道部もあったり、獅子舞、獅子舞もやってくれましたね。獅子舞とかもいたりとか、でチアダンスもチア部門として、チアダンス大会としての大会と、あと手話パフォーマンス大会も、なんかこう、はい、結構それを見て感動して泣いてる人いたり、嬉しいですね。めっちゃ嬉しい。で前半今回それこそなんですか、フリースタイルのフットボールやりながら踊ってくれたりとか、あの子めちゃくちゃいいキャラクターで、うん、終わった後もすごい声かけてくれたりとか、うん、でヘントナーがダンスで出てくれたりとか、そう、1人だったけど本当うまかったよね。うまかったですね。本当に急遽2人だったんですけど、急遽1人出れなくなっちゃって1人でやってくれたりとか、あとビートボックスとか、うん、いっぱいありましたよね。このままいくとね、はい、スペシャルの振り返りで、そうですね、はい、スペシャル終わらない。面白いネタでいくとさ、学校あるのイベントっていつも神カメラマンが撮ってくれた写真っていうのは無料でダウンロードできるようにしてるじゃん、はいはい、その中で俺と石川さんの三連射の写真でさ、あ、大喜利みたいな、大喜利使ってやる、はいはいはい、あれめっちゃ参加してくれましたね。参加してくれた、高校の先生も参加してくれたし、あれおもろかったですね。多分クレキャスの子は宇宙の写真に切り替えしてくれたら、はい、みんな大喜利してくれて本当にありがとうございます。本当ありがとうございました。次のネタを用意します。あと、はい、まあ、あのもちろんね、出張で東京行って、東京にさ、YouTube ライブ配信とかの機材とかいっぱい置いてるところがあって、はい、そこをちゃんと仕事終わった後、石川さんと見に行って、エキスポですね。でも、はい、本当は違う。その旅行に、美味しいスパイのピアス。そっちですか？その横じゃなくて、これ。美味しそうでしょ、これ本当に美味しいんです。おすすめです。これあのスパゲティですか？そう、安い。ボーゼ。そう、ボーゼ。おー、はい、いいなー、はい、2月終わり、いいなー、2月終わり、はい、続いて3月です。3月といえばやっぱり1日が卒業式じゃん。命じられるわけ、メッセージを作ろう。あー、はいはい、作れ、今年も作らせていただきました、はい、誰も縦読みしてくれません。もうここ出すわね、ここ出そう、出しよう、出しよう、読んで、縦で読んで。この時多分千葉とか東京に出張が、あ、多分そうですね、入ってて、はい、で、安だけが沖縄に行ったから、ね、体が一つしかないから、どっかって言うて中道の卒業式、はい、中道の卒業式だけちょっと、うん、あの一瞬お邪魔させてもらって、ね、めちゃめちゃ多かったので、うん、今年の卒業生に、うん、僕初めて生でぐらいブレザー投げ、あー、そうなんだ、見れて、はい、いい卒業式でしたね。もう花道みんな首こんなして帰ってました。首こんななってましたみんな。はい、で、あと3月といえば沖縄2歳に出てる、はい、応援来てくださいとかいう声がかかって沖縄2歳の応援行ったりとか、はい、で時間がなくてさ、実はその後首里城で行ってた、はいはい、小中高生バンド祭みたいなのがあって、うん、そっちに移動しないといけなかったから、はい、さっと帰ったら、なんか LINE 電話で、もう車で移動中に、どこにいますかって電話来て、あ、もうごめん、次に行かないといけないから移動中って言ったら、もうあの、みんなで、何、LINE 電話の切り替えで、みんなで、ありがとうございます。俺言おうとしてくれてたんですけどね、ありがたいですね。あと、ライカムの中の島村楽器のところで、あの、あゆとか、
まなかちゃんとかインスタライブみたいな、そうそう、やってて、応援しに行ったりとかも、3月は行ったね。西原でやってた、陽明高校かな、美術かなんか、ダンス部の応援にも行ったよ、ね、うん、すごい面白かったのが、ステージ上でダンス部が踊ってるんだけど、私まんまに行ってたのよ。そしたら隣に男の子が座ってて、ああ熱心に応援してるんだなと思って、いきなりステージに上がり始めて、うん、そう、一緒になって踊ってたんですよ。演出、演出、びっくりした。ちょうど良かったですか、石川さん。あの観客のちゃんと役じゃないけど。やったらいいじゃん、この前のなんか。私も出ない。慶応のイベントでさ、みんな演奏入ろうと思ったら、ボーカル押しのけたよ。めちゃめちゃ受けますから、めちゃめちゃ受けますよ。で、3月といえば、はい、ダンスコンテスト春の大会が行われて、また多くのねチームに出ていただいて、結果はこんな感じでした。おめでとうございました。ありがとうございます。まあ、QAB さんも特別協力でいつもついていただいてるんですけど、うん、今回演出すごかったよね。すごかったです。めちゃくちゃ豪華でしたね。ランページさんからメッセージが入ったりとか、銀次郎さんが来てくれたりとか、ね、TikTok 撮ってくれたりとかで、久しぶりにダンスサークル、そうですね、復活できて盛り上がったね。ギャーギャーだったね。はい、ステージをいっぱい人いましたもんね。もういい感じだ、もうすごかった。まあ、一番ひどかったのは、学校の TikTok に上がってる学校のスタッフによるサザエさん、あれ、ひどい。あれはひどい。あれ、当日何のことかわからないわ。とりあえずやってましたからね。まあ、一番ひどいのは俺だけどさ、超えてましたね。これだもん。で、石川さん、あれじゃない、そう、今回のダンスコンテストで嬉しかったのが、プリントショップラボさんって言って、いつもサポーターついてくれてる企業さんがいるんですけど、そこになんと学割のボランティアの卒業生が入社したんですよ、はい、県外に進学してて、そこからまたこっちに U ターンで帰ってきて、そこに就職してて、イベント当日に初めて知ったっていう、うん、びっくりしましたね。はい、記念撮影してたからね、はい、間からこそっと怖いわって全然気づいてなくて、写真見ても最初気づいてなくて、もう本当に心霊写真みたいな感じで、本当に心霊写真これ4月は取材では中部商業高校の障害スポーツ科の取材に行きました、はい、知念高校の写真部にも取材行かせていただきました。はい、で4月といえば高校生バンドインターハイ、番外もありましたね。まあ相変わらずすごい、ステージもかっこいいし、かっこいいし、で今回オリジナル曲2曲下げて全員出てきてくれたので、ね、ね、すごかったですね。照明で俺遊んでたけどね、こんな風にアバター本当アバターですよね。マンハイもこうみんなの目標の大会になって、いや本当にで今回優勝したのがラウドスピーカーか、はい、ラウドスピーカーは、ピースフルに出演することも決まってるよね、はい、頑張ってほしいね。で4月はセブンイレブン沖縄様の合意で、はい、レッドカーペットを歩きました。歩きましたね。まあ俺らメインがないんだけどね。もちろん、ね、もちろんね、春のダンス大会を優勝した名護高校のドリスクと一緒に歩かせていただきました、はい、ありがとうございました。楽しかったよね。めちゃめちゃ楽しかったですね。なかなかないもんね、あの機会ね。詳しくは学割の YouTube にまたもう3回目ぐらい、はい、そうですね、ね、はい、でセブンイレブンさん本当にいろいろね、賞とかも出していただいて、浦添高校とか小座高校にもね商品届けに行かせていただきました、はい、また夏の大会も協力していただけるということで、ありがとうございます。ありがとうございます。5月に行こうと思うんだけど、はい、ゴールデンウィークの思い出は何かありますか。ゴールデンウィーク、はい、ゴールデンウィーク僕は引っ越しをして超大変でした。でも、ま、新年の目標を達成したってことだよね。そうだ、そう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 だ、そうだった。結構早めに達成できました。そうね、達成したね。でも引っ越し業者とかは使わなかったので、洗濯機とか冷蔵庫とか学割の卒業生の子を手伝ってもらって、もう一生懸命ありがとうございますでした。はい、頑張りました。石川さんは家島行ったじゃん、行きましたね、学割の表紙、はい、多分6月号の表紙って家島の写真で、家島の写真、そう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 、できるだけいろんなゆり祭りとか、うん、でいつもお世話になってる学校の先生と会って記念撮影とかしたり、
なんで覚えてないの？あ、先生って高校の先生だと思い込んでました。あの専門学校の、そう職員さん、ね、はい、まさかの離島で、そう、本当にびっくり。よくお互いに気づいたな。いや、もうなんかね、ずっと目が開いてて、そうかな、お互いがお互いそういう見つめ合いでした。かき氷、こう、売店員と、あ、なるほど、その時に。で、5月です。はい、5月に入りました。はい、5月に入ると、取材では糸満高校のバスケ部に、取材に、はい、バスケ部コメントでバドミントン部いつ来るんですかって言ってます。ああ、だから糸満に注目してもらってると思いますね。そうだね、また取材依頼出しますのでよろしくお願いします。かかるってさ、ハイホンって自分らの手で配ってるじゃん、はいはい、で離島が毎回そうはいかないんだけども、はい、5月に離島に行きましょうっていうので、そうですね、俺と石賀さんは久米島、はい、日帰りどころか久米島滞在15分30分ぐらいのうちの、うん、いや20分だろもう要は一瞬でも気持ちよかった。帰りにさ、いい天気でさ、カルピスも出たんだけど、カルピスの柄と空が同じような写真あると思う、もうここでガンガンさ、ラウドスピーカーもそうだし、ニコもそうだし、はい、クレキャスもそうだし、なんか YouTube で高校生番組の音楽ガンガン聴いて、もうクレキャスのあのオレンジアーツ、はい、波を起こせみたいな感じで、はい、もうちょうどフェリー乗ってるから波を起こせからさ、南を起こせですよ。そう、波を起こせじゃないですよ。ウェーブじゃないですよ。サーフです。こうなんだ、めっちゃ気持ちよかった。あ、波がでも気持ちよかったですね、海が。これカットって言うても使われるから、これは使いますね。5月になったら毎年やってるんだけど、はい、ヤマハミュージックジャパンさんの協力のもと、はい、ベニヤさんと一緒にいろんな高校へのワークショップをあちこち行って、はい、で、いろいろ行ったよね。主任のところでさ、時間があるからちょっと猫カフェに行こうよ。猫カフェ、あ、行きましたね。じゃあベニヤさんと、そう写真あるんだけど、もう畳の上に上がらせてもらってみたいな感じのところで、線香の香りとかも、そう、なんかいい感じで、その写真をグループラインで見てます。すごいなんか穏やかな空間でめっちゃまったりチルしてるなチルそれで6月に入ります。ここへの取材は、はい、安が5月に離島に行った時に、はい、ぜひ来てねって言われて、はい、宮古工業高校行ってきました。夢ボードも撮らせてもらったし、あとは一番メインは行事で平和学習を朗読劇みたいな形でやってやられてて、それを取材させてもらいましたね。なんかすごい仲良くしてもらったんでしょ。あの帰る時には生徒さんから声かけてもらった。そうです、なんかもう帰るのバイバーイみたいな感じでまた来てねみたいな感じで、また来るよーって帰ってきました。今日またチルいなチルい感じで、6月は高校生ライブステージ。ライブステージはね、別の動画でまとめてますので、はい、詳しくはこちらからチャンネル。はい。6月はまあ出張でね、東京とか福岡とか、結構6月は来ましたね。あったよね。福岡で大学での撮影の仕事があって、はい、またそこの先にもさ、沖縄出身の学割るボランティアの卒業生もいたし、はい、宮古出身の子とかもいて、はい、楽しかったね。うん、いや、ね、本当に楽しかったです。福岡から名古屋に移って、そうそう、名古屋で3人合流し て3人でたまには美味しいもの食べようねっつって、うん、うなぎいただきました。ありがとうございます。めちゃめちゃ美味かったです。もう最高です。もうね、今これで白米食べます。思い出して食べますやばいわ。一生懸命頑張った分ね、甘み、ね、は ね、そういうのもありかなと思いました。撮影とか終わった後にさ、あの大須商店街で、ね、はい、行かせてもらって、顔のクリニックの、はい、パネルとかありましたね。いっぱい安く撮ったよね。はい、撮らせてもらいました。石賀さんも行けって言って、この写真、はい、アイドルと一緒に、はい、はい、この写真について一言どうぞ。一言、似合ってると思いますよ。素晴らしい。素晴らしいな。なんか、素晴らしいな。なんかちょっと腹立つ。嘘、マジですか？え、津波はきつい。いや、きつくないですよ。名古屋のアイドルですよ。それを撮らせたのは森田さんでしょ。はい、石川さんもはめてはめて顔入れてっつって。で帰ってきてから。
から、はい、沖縄高校生ステージの撮影とか、うん、はい、あとモーターボート、はい、ボートレーサーとの撮影、もう撮影ウィークでしたね、そこはね、本当にずっとでしたよ ね10日間ぐらい、そう、本当に確かに。また衝撃的なのが、森田さんがたまたま見つけた自分のアメリカに留学してたのかな、ありましたね、はい、あれでも結構それあげたらさ、あの思った反応じゃない感じ、かっこいいとかさ、はい、でも分かる、そうじゃないね、そうじゃないね、俺はでもあれはなんか面白いとかさワキーとか言うてくる欲しいのに、はいはい、違う反応でなんか深掘りなんかでもかっこいいですよ、あの感じは何ですかあれは。でそもそもこれこのネタ俺さっき消してんのに最後にやり返し、絶対乗せたかった。大須商店街のカブ出るし、やり返しをしたらやり返し。なるほど、そういうことだったんですね。なるほど。そんなん言うたら、ヤスのあの取材の時にさ、取材あのちょっとモデルで撮らして言って撮らしてもらったら、こんな写真もありますからね。もうダメ、もうダメな、そんな探してったらいっぱい出てきますよ。やばい、誰の得にもならない動画に、写真集できるんじゃないかっていうぐらいこれそんな感じで、6月は、まあ、高校野球がね、はい、そうですね、7月に入って絶賛高校野球の TikTok とかね、はい、結構あの TikTok のコメントにさ、はい、次は浦翔に来てくださいとか、はいはいはい、上山翔子に来てくださいとか毎回思うよね、なんか離島の子の時なんかできないのかな、うん、あー確かになんかあんじゃん、うん、5人ついたのであーなんかこう、わかります、ダンスのやつですよね、それぞれ5人ずついたら15人でいけますね、確かにこれアマジン、まあ、多分作ってくれてるということで、1年の半分をね、振り返りましたけど、早いですね、本当に早いよね、いっぱいありすぎてよくわかんない、うん、わかりますということで、今日の動画はね、はい、ここまでにしたいと思います。はい、じゃあ休み締めてください。はい、皆さん今回も動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、あとはいろんなコメントもお待ちしてますので、ぜひよろしくお願いします。はい、後半戦もガール頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。はい、というわけで皆さんまた次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。皆さん、なんか面白いことしてよ。面白いことはできないです。これ何でしたっけ？これ何でしたっけ？今日のダンスの面白い。ドロのやつです。沖縄スイーツ。はい、ありがとうございました。キュウリは麦です。